なんかこのゲーム屋さんみたいなところがあって、でそこにその PSP のゲームが中身のカセットだけ売ってたりとかしたんだよ。それをいろいろ見るのが幼ラミは好きだった。なんかね、すごいそこがね、思い出に残ってる。すごく小さい頃ワクワクしてすごい楽しかったの。カードゲームをする場所とかもあったんだよ。屋敷の近くにあってちょこちょこ行ってたので、それが大人ラミーっていうか、まあアルバイトができるラミーになった時にバイト募集してたんだよ。でラミーはそこでバイトをしたかったの。なんか昔のこのワクワク感とかドキドキ感とか、やっぱりなんか自分の馴染みの店だしって思って行ったらさ、そこの店長さんがいるんだけどさ、まあ、落ちたんよ。簡単に言うと落ちてさ、全然ゲームショップでもなんでもないところを紹介されて、そっちのが合ってるって言われて、そう。いや、でもここがいいからここ受けてるんであって、ここがいいんですって、このお店が、幼い頃から思い出があって、みたいな感じだったんだけど、落ちた。落ちました。普通に落ちました。